フィールドパビリオン。兵庫県では地域の人が発信する来て、見て、学べる体験スポットを兵庫フィールドパビリオンと名付け、2025年の大阪・関西万博に向けて続々とパビリオンを開設中。このコーナーではフィールドパビリオンをフィーパビという愛称で呼び、リポーターが体験リポートします。今回は淡路島でオリーブの魅力に触れます。おはようございます、橋本雅子です。今日は南淡路市にやってきました。今回はオリーブの魅力に触れるということで、オリーブのスペシャリスト土井さんにご案内いただきます。土井さん、よろしくお願いいたします。こんにちは、よろしくお願いします。土井さんは淡路島オリーブ協会の理事長、淡路島でオリーブ栽培を始めた第一人者です。淡路島でオリーブのイメージあんまり私正直なかったんですけど、はい、そうですよね。たくさん栽培されてたりするんですか？そうですね、私があの南淡路市で15年前に植え始めまして、今だいたい8000本ぐらいの栽培本数にはなってると思います。そうなんですね、はい、今回はそのフィーパビのプログラム体験させていただけるということなんですが、はいはい、どういった内容になってるんですか？そうですね、収穫をまあ体験していただいて、いわゆる油を絞る機械ですね、これを見学いただいて、うん、テイスティングをしていただくと。テイスティングもできた？もちろんできます、はい、そうなんですね、はい、他にはそうですね、うん、あとはその淡路島パエリアというのを開発をしまして、はい、魚介類たっぷりのですね、はい、パエリアをそのオリーブオイルを使って、まあ、調理をして召し上がっていただくと。はい、もうほんまに盛りだくさんの内容になってるわけなんですね。体験の前にオリーブについてお勉強。オリーブの木というと、はい、なんかどういった特徴があったりするんですか？同じ品種間では交配しないんです。だから違う品種を一緒に植えてやって、あのお互いに交配をして両方に実がつくという性質があるんですね。ちなみにね、オリーブの木の種類ってどのぐらいあるんですか？だいたい世界で少ない推測で1200品種。淡路島ってこういったこうオリーブのね、はい、栽培にはこう適してるんですか？ベストですね、年間の降雨量、平均気温、それから日照時間、これ見てみてもですね、あの非常にまあ最適地だと思いますね。それを今から私が摘み取らせてもらえるわけですか？はい、ぜひ挑戦してみてください。それでは収穫体験。もうプツンと、プツンと、あ、簡単に取れますね。本当に言うとね、こういう取り方をします、はい、え、どういう取り方？こうやって固まってるでしょ、はい、これを握って、うん、パッとこう取りますね。で、この小枝がついてくるのがあるんで、はい、これを取ります。え、じゃあ一粒ずつというか、もうこうやって、じゃあ枝があるから、はい、これをこう、そうです、ザクザクと、そうです、こんな感じで。こんな感じですね。どうしたん、これね、紫色のものもあるけど、はい、一緒に取っちゃっていいんですか？あ、もちろんいいんですが、うん、あの一応今はですね、ほとんどはこのグリーンオリーブなんですね、うん、はい、グリーンオリーブっていうのは実はあのものすごいポリフェノールが強いんです。したがってこれかじったら顔が歪むぐらい苦い。本当なの？ということで、何かこのオリーブポリフェノールが人間の健康にはすごくいいという。グリーンの状態ですと、あの実の中に含まれるポリフェノールの量はすごく多いんですね。で、熟していくに従ってポリフェノールが減っていって、今度は糖度が上がっていく。そうするとまったりとした美味しいオリーブオイルができる。2時間かけておよそ10キロのオリーブを摘み取ります。収穫が終わったら実を搾る機械がある淡路ジャノヒレアウトドアリゾートへ。収穫したオリーブを施設の一角にある工場に運び込んで水洗いをします。その後はクラッシャーといいまして、実を潰すんですね。砕いていく。そうです、うん、で砕いたオリーブの実をペースト状に練っていくんです。で、なんでそんなことをするかというと、はい、流動性を高めて遠心分離機に送り込むんですね。遠心分離機でオリーブオイルと水分、そしてオリーブの実の残りカスに分離していきます。ということで、
橋本さんは抽出したてのオリーブオイルをテイスティング。わ、爽やかな酸味と、あ、そしてちょっと渋みもあるけれども、こう口当たりがまろやかになってて、イタリアなんかですとね、はい、あのノベッロって言うんですけども、ノベッロ、ノベッロ、その年の一番最初の収穫のものを絞ったのがノベッロって、うん、まさにそれ、なかなかできない体験ですね。分離した残りカスも有効活用しているんです。野菜くずだとか、まあ、魚のアラ、それと一緒にですね練りまして、ペレット状にします。でペレットにして魚の餌として与える。あ、魚の餌になるんですか。やっぱりあの生育が変わったりとか、お味が変わったりするんでしょうか。魚が病気になりにくいとか、でそれから魚特有の臭みみたいなものが抑えられるという効果がありまして、ちゃんと丸ごと使ってはるわけなんですね。そうですね、自然のオリーブの恵みを、はい、オリーブはもう捨てるところがないです、うん、もっとオリーブのことを知ってほしいという思いから、収穫体験後オリーブオイル講座を開いています。続いて、さてバーベキューガーデンにやってきました、ね、あのオリーブの実を収穫して、そして油を絞るところを見て、そんなんしてたらオリーブオイルを使ったお料理いただきたくなりますよね、はい、そうですね。ということで今回いただくのは淡路島パエリアですね。パエリア、はい、淡路島らしい魚介を使いましたパエリアということで、おしゃれなねパエリアなんていうお料理作ったことないですけど、こんな初心者でも大丈夫ですか。あのキットになってますので、うん、それでは調理スタート。まずは絞りたてのオリーブオイルをパエリア鍋にたっぷりと注ぎます。刻んだ淡路島産の玉ねぎと刻みニンニクを入れて炒めた後、お米を投入、そしてオリーブオイルをもう一度注ぎます。オリーブオイルがね、きれいにこう吸うんですね、はい、お米とね、染み込んでいきます、染み込んでいきますね、そうするとまたお米が美味しくなる。うわ、はい、楽しみ。次に鯛のアラで出汁を取った特製スープを加えて煮立てます。その上に淡路島で採れた魚介類とオリーブの実、そしてお好みの野菜を乗せて煮込んだ後、待つこと5分。うわー、美味しそう。ではいただきます。何これ、めちゃめちゃ美味しいんですけど、それぞれの具材の旨味とか甘みがしっかりとご飯に伝わってて、そんな感じですね。それごと一緒にオリーブオイルが、うん、感じに包み込んでるっていう感じがします。はい、全ての食材のこう鶏もち役みたいな、あ、まあ、まさにそのとお肉とか魚介類とかお野菜とかね、うん、えー、違うその味を持ったその素材をですね、はい、うん、一つにまとめ上げる役割っていうのがオリーブオイルにあるんですね。ねえ、はい、最後にピーパビへの思いを伺いました。まあ、今ここはあの南淡路ですけども、はい、あの北淡路の方にもあの淡島オリンピック公園という施設を、まあ、あの計画をしておりますんでね、まあ、淡路島の北と南で、はい、オリーブをテーマにして楽しんでいただける、まあ、そういうふうにしていきたいなと。いや、期待してます。今日本当にありがとうございまし ました。ここ淡路ジャノヒレアウトドアリゾートはオリーブの魅力に触れるだけでなく、釣り堀での釣り体験やイルカと触れ合う体験などの遊びも充実しているんです。さて、こんな風に皆さんも様々な体験が楽しめる兵庫フィールドパビリオンは県内各地で展開中です。まだ準備中のフィーパビもありますので、ご確認の上お出かけください。また県ではこれからも地域の皆さんと一緒にフィーパビを増やしていこうと体験プログラムを募集中です。詳しくはホームページをご覧ください。
赤坂さんは好きな食べ物何、はい、鶏胸肉です。即答やな。筋肉キャラ仕上がってるね。私の体は鶏胸肉でできてると言っても過言ではないですからね。いや、そんな赤坂さんにじゃあ今日はぴったりのリポートです。お2023年の鶏肉コンテストで日本一になった鶏って知ってる？日本一、うん、まあ私はね、尼崎のボディービル選手権大会で優勝しましたけどね。いや、それ参加者一人やったやん。アピールすな。もう答えはバンス100日鶏です。ということで今日はバンス100日鶏を取材したいと思います。日本一になったバンス100日鶏とは、やってきたのは高町にある JA みのり養鶏事業所。ここで詳しく教えていただきます。所長の藤本さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。バンス100日鶏っていうのはどういった鶏なんですか？おおむね100日飼うっていう鶏で、40日前後でブロイラーっていうのは出るんですけど、それを倍以上の期間をかけて育てているっていうのがバンス100日鶏です。長い期間かけて育てる方が美味しいんですか？そうですね、長く飼えば飼うほど旨味が増すっていうことはもう皆さん知ってるんですけど、旨味を求めた鶏っていうのがバンス100日鶏です。やっぱり100日前後っていうのがベストなんかなっていう。へえ、そのバンス100日鶏が鶏のコンテストで2023年優勝したっていうふうに聞いたんですけど、どういったコンテストなんですか？でもお客さんも集まっていただいて食べていただいてる食味とか、その結果が最優秀賞っていうことになってます。すごい。今年3月、食肉関連団体のイベントでおよそ450人の来場者が試食して投票した結果、なんと1位に。バンス100日鶏の加工は全て JA みのりで行っているんです。産地を預かっている身としては、やっぱりこれを機にもっと盛り上げていかなあかんなというのは感じました。生産量はどれぐらいになるんですか？生産量でね、年間に14万羽、まあ、よその産地から比べたらとっても少ないです。少ない量をよりよく提供できたらなっていうようなことは考えてます。ぜひとも守っていきたいと思います。赤坂さんもいっぱい食べんと、はい、そうですね、もう、うん、もう感謝して食べないと。ダメですね。もう鳥ばっか食べてます。もう鳥みたいに見えます。鳥みたいに鳥みたいに見えます。4軒あるバンス100日鶏の養鶏農家のうちの1軒を訪ねました。すいません、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。鶏舎っていうんですか？はい、たくさんありますね。ここの農場で15頭、首都鶏舎にですね、約2000羽入ってますので、3万羽の。うわー、はい、3万羽、大規模ですね。みのりの養鶏事業としては一番大きい農場になります。へー、はい、他の一般の鶏とはこう育て方が違うんですか？ブロイラーのように一気にこう鶏を大きくするんじゃなしに、はい、ゆっくりと育てていくと。この100日鶏専用の飼料を使ってます。カロリーも少し抑えながらゆっくり育てていくという。カロリーは控えめなものを、控えめのやつと、はい、与えながら育てる。そうです。すごい、ちょっといいですね。私もこう低カロリーの方が嬉しいんで、一緒に育ててもらったらいいですか？仲いいですね。ちょっとさらに、バンス100日鶏は育てる環境にもこだわっています。まあ、育て方としてはね、生まれてすぐの鶏を20日間は農協の施設で飼育します。20日間の間に病気持っているのか、まあ、ワクチン等もありましてね、はいはいはい、20日間経った鶏をここへ移動して持ってきます。うどうしてかと言ったら、出荷した時に生産者が変わっても大体品質の同じものを阪神館に供給できると。また鶏たちがのびのびと過ごせるように鶏舎で飼育する数も定めています。この鶏舎、首都鶏舎100坪あるんです。はいはいはい、2000羽入れてますので、はい、1坪20羽なんで、若鶏やったら約50羽ほど入れる。半分以下で、はい、中でまあ走り回れるように ね、はい、そして全部カーテン網になってます。外の風が入るように、自然な風が、はい、なんかめちゃくちゃいいですね。こう、ね、環境はいいですよ。でもそこでやっぱり手をかけて育った鶏が美味しさの秘訣、はい、ですね。なるほど、はい、コスト的にはものすごくかかります。あ、そうなんや。コストかけながらでも美味しい鶏を育てようって思いって、とにかく健康な鶏を取りたい。100日かけてしっかり育てたバンス100日鶏の特徴は旨味以外にもあるそうです。
若鶏のように柔らかくなく、また親鶏みたいに硬くはなく、ちょうど歯ごたえがあって、美味しい肉にできていると思います。一度食べてみてください。やっぱ食べたら違いに分かりますか？分かります。うわ、絶対分かると思います。うまいですなんでそんなグラフさあ、播州百日鶏食べたいですよね。はい、もう筋肉がうなっております。なんて言われてないけど、筋肉がうなってますよ。もうこの辺りにね、播州百日鶏が食べれるお店があるということなんですよ。はあ、で名前が、隠れ所杉屋っていうらしいんですけどね。なるほどね、はい、いや絶対ないよね田んぼしかないもんね。めっちゃ田んぼ、お店がある雰囲気がせえへんねんけど、ね、でもほらちょっと炭の匂いせえへん。ほら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 、うそ、ほら見て、よう見つけたな。このちっちゃい看板隠れすぎやで。ちょっと西脇市ののどかな集落の一角、一見倉庫のようなこの建物が播州百日鶏の焼き鳥を提供する隠れ所すぎや、知る人ぞ知る人気店です。なんていうメニューなんですか？これは、杉屋のおまかせ5本セットで、ささみ、せせり、ぼんじり、つくね、ねぎま、もちろん全部これは播州百日鶏。そうです。まずはもも肉を使ったねぎまから。うわー、すごいね、大きい。うん、本当に話に聞いた通り、硬、うん、すぎず柔らかすぎず、うん、しっかり歯ごたえがあって、で噛めば噛むほど旨味がすごい感じるんですよ。でまた焼き方がすごい上手だから皮がパリッとしてて中ジューシーでめちゃくちゃ美味しい。いいね、ちょっと私も食べたい。看板メニュー、播州百日鶏のつくねです。ちょっとこれ食べちゃう。脂が甘いですね。すごい、でもそんなしつこくなくて、うんうん、さっぱりする。おいしいです。ちょっとビールいただいてもよろしいですか？マジで。いや、でも本当においしい、おいしい、ずっとおいしいね、口の中が。これが百日鶏の旨味ですか？そうです。改めてね、なぜこの播州百日鶏を扱ったお店をされようと思ったんですか？播州百日鶏って僕も昔から食べてて、他の鶏も食べたことあるんですけど、うん、やっぱ百日鶏が一番美味しいですね。ご自慢の播州百日鶏のメニューは焼き鳥だけではありません。播州百日鶏の出汁を使っただし巻きです。わあ、わかるね、ワンパターンやね濃厚。このお出汁もめちゃめちゃ美味しいですし、うん、播州百日鶏のファンになる、本当になる。うわー、なにー、ラーメンに。ラーメン、なんで百日鶏のガラからスープを取って、でラーメンを作って。すごい、ラーメンまで作ってしまいました、はい、うわうまっす。もうええわ、すごい、旨味、思った以上じゃない、この鶏の旨味の強さが。やっぱり甘いですね。甘いですね、うん、すごい、いい出汁出てますね。ありがとうございます。このラーメンやばいな、うまい、すごい。一日でめちゃめちゃ堪能したな、ね、やっぱりもっとそばにあったらな。確かに神戸三宮の方にも2号店があるんです。あるんですか、はい、すごいですね。ここから2号店三宮に行きましたか？くれることをやめたんですここに出ていかはったわけですね。私百日鶏食べてもっとでっかくなります。何のアピールよ勝手になってください。播州百日鶏をリポートしましたが、はい、いや美味しかったね、もっと全国に広まっていったらいいよね。私たちも応援しよう。よし、百日鶏もっと食べてもっとムキムキになるぞ。もうなんかちょっと鶏みたいになってきたんじゃない？コキ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 。
都道府県対抗形式で競う国内最大のスポーツの祭典、特別国民体育大会が今月鹿児島で開催されました。結団式で選手団の団長を務める斉藤知事は、チーム兵庫の一員としてスポーツを通し県民に勇気や希望をと選手を激励。全国に兵庫の底力、そして魅力を発信していただきたいというふうに考えています。チーム兵庫は天皇杯10位、皇后杯5位と躍動しました。10月28日からは特別全国障害者スポーツ大会が開催されます。より良い地域づくりに向けて共に考え語り合う躍動カフェが神戸で開催されました。多文化共生、子育て、教育、福祉、観光など各方面で活躍している15人が参加しました。障害を負っていると諦めること多いんで、その海に入ってできたって思ったら次畑に行きたい。人種や、まあ、宗教やという肩書きや仕立てもみんなこう仲良くなって友達になれば、外国人や障害のある方、子どもから高齢者まで地域の人たちが生き生きと暮らし、にぎわいを創出し続ける拠点としての神戸をテーマに意見交換が行われました。いろんな国やルーツを持ちますが、まあ、多様に今日暮らすのが神戸兵庫の特色なので、そういったところこれからますます広がっていくと思うので、そこをしっかりこれからも支援していくということが大事かな。今週のプレゼントは万能チキンを7人の方に、多可町の播州百日鶏、淡路の玉ねぎ、山田錦の麹を使用、熱々のご飯にのせたりチャーハンの具にしたり、まさに万能の一品。ご応募はハガキ、ファックス、番組ホームページ、そして番組公式 SNS から。締め切りは11月1日水曜必着。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。